おかえり、ララティーナ。この素晴らしい世界に祝福を3、最終回の反応集&感想どうぞ。このスバ最終回始まった。泣いちゃった。ララティーナ本とヒロインしとるな。やだ、カズマさんイケメン。結婚式破壊していくぞ。もうとっとと結婚して爆裂しろ。結婚式の場で夫婦喧嘩始めるな。ヒロインの顔しておる。いい表情してるぜダクネス。ぶっ殺してやるとは言わなかった。このスバ初の11話、20億きた。そんな入ってることある？その壺サイズに入ってたとは思えない金貨の量。借金には借金、倍返しだ。参列者が持って行っちゃう。貴族のくせに浅ましいなこいつら。本当に貴族かこの客。全員拾いに行くのおかしいだろう。体で払う、冒険で酷使してやる、意味深。それ言うとタグネスが誤解する。ド M 的にクリティカルヒット。酷使って言葉でめっちゃ喜んでる。何興奮してんねん。ド M 的に最高のプロポーズ。本当閉まらねえなこいつら。よだれ垂らしながらお姫様抱っこは珍しい絵面だ。ダメだこいつ、ピクンピクン。アクアさんの走り方、カズマさんの鬼畜っぷりに縛ってくるアクア様好き。なんで最終回だからってシリアスやると思ってたんですか。ぶっ殺してやる。いただきました。お前が突っ込むのか。ゲー達者はいらな。いいや、いるかも。サンキュー芸人の女神アルダープの声を模写したのか。ゲー達者になる魔法、役に立ちすぎる。声真似地味に役立つな。おっと、やばいのが来たぞ。ボス来た。なんだこのデカ物。デカすぎんだろ。これもう人間じゃねえだろ。メグミンとユンユン来た。最終回ユンユン。ユンユンお前、そんな重要なポジを。ユンユン、あれだけユリやってたのが嘘みたいなことになってる。早くユンユンもパーティーに入れてあげよう。うん、これは間違いなく悪い魔法使い。エクスプロージョンぶっぱな好きだ。頭のおかしい、事実。頭のおかしいメグミンかっこいい。頭がおかしいで通じてるのくさ。やっぱりメグミンですよ。いつもとちょっと色が違う気がする。街中はやばい。いや、メグミンならやりますよ。本当にやりかねないからな。教会だいぶ壊れててくさ。帰ったら礼を、体で。メグミンボードテレテレ。おいおいかはいいかよ。磯野、サッカーやろうぜ。お前ボールな。サッカーって概念あるんか。いい同業者たちやね。こういう時は団結力のあるアクセルの街の冒険者たち。耳かすで煙上がってる。汚ねえ。爆裂魔法いつまで待機してるんだ。街中でエクスプロージョン。ここで売っていいわけないだろ。行く行く行く、爆裂魔法でちゃう。そんなおしっこ我慢できないみたいな。爆裂魔法は止まらねえからよ。全員死ぬって。さすがにこれは救えない。爆裂魔法ってチャージ状態でいくらか待機できるんだ。メグミンの絶頂いいね。力が暴走する子を魔族本望だろ。メグミンのおもらしエクスプロージョンで人類滅亡。爆裂魔法の策がやばない。爆発落ちなんて最低。これカズマさんの借金がまた増えるやつでは。絶対修繕費用請求されるだろう。この損害20億じゃ済まねえよ。爆裂魔法案を抑え込み方できるなら毎回地形変える必要なくない。ダクネスシールド盾にしててくさ。カズマさんさ、ゴミを見る目ありがとうございます。ジトメダクネスからしか得られない栄養がある。だってララティーナ一番硬いしな。爆裂魔法を一発しか打てないのも知れ渡ってるんだ。ためにためた爆裂魔法ってあんなにヤバくなるのか。なんというプロの当たりやムーブ。これはアクシズ教の手口だわ。あ、掘られたダストさん。当たりやがすぎる。流れるように下半身不随に昇格。当たりやムーブが板についてるダスト。粉砕骨折してる方で掴むな。さっきと毛羽の部位が変わってるんだが。シュワシュワをおごらなきゃ。
でもカズマさん、あなたも一門では。逃げるんだよ。ちゃんと身代金20億エリスを払ってるのに、なんで妨害できるのか。これでメグミンはお尋ね者か。こうして世界に平和が訪れた。パッパ、ダスティネス家に戻ってきたか。ダスティネス卿、お前消えるのか。親父さん限界やーね。もう助からないのか。綺麗だな、まるで母さんみたいだ。お父様と最後の別れである。母さんの肖像画だったか。めぐみん、空気読んだな。空気の読める女めぐみん。ダクネス嫁は罰ゲーム扱い。いらないって親の前で言うな。さすがカズマさん、いい縁談も一周である。物色すんな、ダメ神。お前は外の空気吸いに行ってないのかよ。めぐみんは空気を読んで退出したというのに、このダメ神はまさにメインヒロインの風格。ダクネス、お前がヒロインだ。パッパも愛していますって言葉が聞けて嬉しいだろうな。娘の幸せが一番じゃ。急にどうした、アクア。空気読め、アクア。はい、いつものシリアスブレイク。いつもの雰囲気ぶち壊し。病人に電気ショック与えんなよ。呪いの怪獣かよ。病じゃなかったの。アクアがチートすぎる。さすがはアークプリースト。サクッと解除してくれて助かる。この余韻ブレイカー、今回はよくやった。アクア、困難だけど得は高いし、神らしく魔法出力高すぎるし、最強の切り札。親父さん復活。呪い食らってたパパン。いい話だな。マジで呪いだったのか。契約解除ね。これも神器ってアクアさ。真実をねじ曲げるモノマクスウェル。あれ、ダクネスがララティーナだと思った。残念、バニルさんでした。マジで残念すぎるだろ。見た目が同じだからララティーナだと思ったか。ここでバニル登場とか。いい顔してますね。地獄の公爵とかやべえやつじゃん。バニルが普通に悪魔っぽい。ガチなバニル、普通に怖い。魔王より強そうな悪魔の公爵。ああなるほど、マクスウェルの悪魔なのね。お前面だったのかよ。面だったのか、こいつ。割とマジで一番ビビったの、これ。バニル、しっかり悪魔的な策謀を巡らせてんの。普通に格好よくて笑う。腕が、はあ、僕の方の力が、はあ。全てはバニルさんの描いた絵図通りに。悪を持って悪を打つ。バニルが悪魔だということを再認識したかい。いえ。マクスウェル怖い。夜逃げしようとしてて、草。夜逃げ準備万端ではろた。散々カッコつけた後、夜逃げしようとしてるのかわいい。カズマに買われたって言い方。メグミンの目が。メグミン、過去一怖い顔してない。カズマの知的財産って何なんだ。20億返ってくるだと。現代知識で超大金持ちやん。やったね。夜逃げする必要なくなってよかったな。20億は多すぎます。宝気満々なパーティーメンバー。ビッって言っちゃった。セリフ取られた。いいところだけ持っていかれる。パーティーを抜けたつもりでいるのか。言えたじゃねえか。ダクネスがヒロインしてる。もじもじしてるダクネス、燃えすぎる。当たり前だ、ドン。当たり前だのクラッカー。ようやくまた戻ってきたな。いつものカルテットが戻ってきたな。というわけで無事パーティー再結成でございます。今期は圧倒的ダクネスだったな。かけねなしのいい最終回だった。怒りの調作官軍団。結局荒くれ者何もしてないな。爆発するアクセサリー客に勧めてるんだが。綺麗に終わったな。呼ばいきた。ダクネスは体だけはいいですからね。ここのダクネスかわいい。そういえばドラゴンの卵どうなったのかしら。バツイチになってしまったダクネス。しょ、なのにバツイチ。最近はバツイチも珍しくないから大丈夫。もう届けて出してるんだ。この世界って戸籍とかあったんだ。しょ、のバツイチって面白いな。バツネス来た。おめでとうバツネス。バツネスさんおかえり。いいダクネスだった。マジでいい最終回だった。
4決まってます。バツネスが帝京の向こう側に。帝京にまでカヤノンの叫び声が貫通してて草。帝京まで本編の尺として使い切るってありなんだな。配信だといつもの予告みたいに切られて、それはそれでネタになるな。最後は完全にバツネスさんが持っていったな。いつも通り見たかったもの見せてもらった感じだわ。1クール楽しかった。3期になっても安定の面白さをいつも提供してくれてありがとうな。4期もやっていいんだぞ。3期にもなるとパワーダウンする作品も多いのに、1期や2期にも劣らず笑えて楽しめたな。かつてないシリアス回とか原作読んでるやつらが言ってたから、見てたらいつものこのスバだったわ。だいぶマイルドにされてる。原作だとアルダープに激痛与えて、そのまま地獄に引きずり込んで終わりだったからね。メグミンが町を壊した借金はどうなるん？アルダープの財産から出るやろ。結局カズマの売っ払った分補填されて損失なし。金額だけはそうだけど、これからいくらでも金を生むはずだった知的財産権を売ってるのでマイナス。なるほど。やけに事態がうまく転がりすぎると思ってたら、最初から全部バニルの脚本通りだったのか。バニルの恐ろしさの一面を見た最終回だわ。普段はとぼけていてもさすがは大悪魔。よかったけど、シーズン前半であれだけ目立ってたアイリスやクリスが最終回でほとんど出番ないのはちょっと不満。アニオリでもねじ込んでほしかった。一期二期は最終回でバトルしてた分、最終回としては少し物足りない感。魔王軍の出番もなく、アクションとしては物足りなかったな。ララティーナが可愛かったからいいけど。うまくまとまったので続編があるとしたら数年後かもしれんね。次は原作完結してるから一気にやってほしい。どうしてこのスバは他のアニメより少ない話数なのか。せめて12話やってほしい。クズマさん、バツネス、ダメ神、頭のおかしい爆裂娘、いつものトンチキパーティーでした。このスバ3期最終回視聴させていただきました。このスバも終わっちまったか、いやーい最終回でございました。始まる前はスピンオフの爆炎が微妙だったからちょっと不安もありましたけど、蓋を開けてみれば最初から最後まで終始このスバで安定感抜群でした。最後もマクスウェルとバニルの場面はかつてないほどの闇を見せてる部分がありましたけど、その他の部分はギャグで固めてくれて最高でしたね。いやー面白かった。しかし振り返ってみれば3期はやっぱりダクネスがメインヒロインでしたね。いやもう主役と言ってもいいんじゃないかってぐらいダクネスが目立ちまくりでした。前半のアイリスのお話もダクネスの真面目さとドエスさが目立ってたし、最後も提供にかぶせるほどの叫びで終わるというダクネスのいろんな面が見れて、ダクネス推しには歓喜な3期でしたね。でもかといって他の2人が目立ってないってわけでもなく、メグミンはラブコメ濃度高かったし、最後に今までで一番気合が入ったって言っても過言ではないエクスプロージョンも放てたし、というかエクスプロージョンってためキャンセルできないのか、まあゲームとかでも貯めたらキャンセルできないものが大半か。ユンユンが犯罪の片棒、友達だったのはワロタ、ここでも塩対応を見せるめぐみへ、爆炎のユリは何だったのか。アクアも最初から最後までダメ神ぶりを見せてくれたけど、時々有能ぶりを発揮したのが好印象。最終回でもゲー達者になる魔法で助けられたし、ダクネスパッパをギャグ空間で即直してくれたし、ここはほんとアクアが出てくるまでマジでパッパ死ぬのかなって思ってましたからね。まあ出ていかないのかお前は、とは思ってたけど。ちなみにこの呪いをかけたのはマクスウェルです。マクスウェル自身はこの後はアルダープと共に地獄へ帰っていきました。というわけで今回の件は全てバニルの手のひらの上で転がされてた事件だったんですね。カズマの知的財産権を安値で買い取り、アルダープの恐怖と絶望の感情を死ぬまで提供し続ける契約の代価を払わせることに成功したわけです。というカズマさんたちが知らないとこで決着がついて、トレンドにも入ったバツネスが生まれてめでたしめでたし、4期の告知などもなかったわけですけど、4期の範囲的にアクア界とメグミン界だからぜひやってほしいですね。でも2期から3期までに7年もかかってるからな。爆炎からは1年も経ってなくてやってくれましたが、制作スタジオが爆炎の時から変わってますので、もしかしたら早くやってくれるかもしれないことを祈って。ということでスタッフの皆様お疲れ様でした。3ヶ月間楽しませてくれてありがとうございました。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。